こんにちは。プロ社畜とサイコパスの部屋にようこそ。ここはプロ社畜とサイコパスの二人が、皆様からお寄せいただいた。仕事や人間関係など、さまざまなお悩みについて語り合う部屋です。こんにちは。プロ社畜のやびです。こんにちは。サイコパスの上水ゆうです。こんにちは。アシスタントのまさです。本日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いや、もう三回目ですね。 三回目ですね。はい、今回かまなかったですね。でも緊張するんですよ。<laughs> まだバクバクしてます、えー。やっぱりプレッシャーがあるんだね。そのよ何か文章を読むと、はい。なんか拒絶反応があります。すごい。プレッシャーをかけまくっていきますか。<laughs> はい、行きましょう。はい。ラジオネームラーモンズさん、福岡県三十代男性からですね。 こんにちは福岡県私は福岡県に住む30代男性です。国内に出張に行き、現地の人にその土地で何を食べるか質問すると、8割の確率で、福岡より美味しいものはありませんけど、と不要な前置きをしてから答えてくれます。うんうん、私は、あじゃあいいです。自分で探します。と言いそうになるのを抑えて、いやいやいや、と小さな声を出すことしかできません。うん、その逆マウントいらんのよ、とテンションが下がってしまいます。うん 当然思考の一品を求めているわけではないですしそもそもそんなご立派な見かけを持ち合わせていませんルッキズムとかの文脈で本人の意思と関係ない点について言及するのはたとえ褒めるつもりであっても NG というセオリーがあるかと思いますが、うん、私にとって福岡県の職レベルが高いという言説はまさにそれにあたります、うん、福岡県内外に住むお二人はこのようなことを言ったことある ああるいは言われた経験がありますかと私はこの謙遜あるいはお世辞あるいは自虐あるいはや威をどのように乗り切るべきだと思われますか答えてくれたら嬉しいですとそもそも僕はこのこれにあんまり共感できないからどうなんだろうな <laughs> 上水さんど,どうですか 特にに福岡お住みだからら言われたまずそう共感で言うと共感はあんまりそもそも特性としてあじゃあ共感というかこういうふうに思いますかっていうことかああなるほどえっとですねあの個人のことを別に言われてるわけじゃないじゃないですか一般的に福岡の料理っておいしいよねってことを多分言ってあるので言ってる側の人は。 なんか一般的に福岡の人はみんな舌が超えてますよねって言われるとちょっと嫌ですけど福岡っておいしいもの多いですよねぐらいだとそんなに嫌な気もしないっていうか確かにおいしいもの多いってみんな言うなっていう一般論として受け取るからなんかそんなにまず不快にならないから僕はって感じかもしれないまさ、うんうん、さんも福岡っすよね僕も福岡ですいまず言われますこういうこと結構言われるそうですね 言われないのかや確かに僕福岡出身じゃないので福岡っていうのはやっぱり北海道か福岡っていうぐらいはいしいも多いですよね。あやっぱそうなんだ。何食べても外さないっていう意味で言うと福岡はやっぱりバラエティーが多いと思います。いやそれ皆さん言われるんですよ県外の方。多分それあまりね地元にいらっしゃる方分からないのかもしれないですけど僕が出張に行ってやっぱり美味しい。 ものを出してくれるところ、食べれるところっていうと、えっ、ー、と、福岡か北海道函館かぐらいの感はありますね。うんうん、なるほど。うん、だから確かに福岡の人に言うと、うん、いやいや福岡よりも美味しいもんないですよっていうようなことを思うのは、うん、あの県外の人からすると、うん、言いたくなる人の気持ちはすごくよくわかる。うん,うん、うん うん、ハードルが高く、その質問にすごいハードルを感じるんですね。福岡は<う>。ちょっと美味しいもんないんですけどっていう謙遜を入れざるを得ない。ってことか。うん、ドヤ顔で美味しいっすよって言ったら。思われる。そうですね<う>。<laughs> やっぱかなりその福岡の人に聞かれるというのは。ハードルが上がってるっていうのは、ちょっと福岡の人は分かった方がいいかもしれない。はい、なるほど。うん。例えば福岡の人に、やっぱお魚とか。はい。 例えばイカをすすめるっていうのはもうちょっとすすめられないなって思うんですよね福岡のイカは多分僕一番うまいと思うんでへえそうなんですねひょっとしたら僕が福岡で食べさせてもらったイカがめちゃくちゃ人生で一番おいしかったからなのかもしれないですけどやっぱ福岡で食べたイカはすっごいおいしかったですよねそうなんですね このの質問ね難しいのはね僕さらに食にもあんまり関心がないというか嗅覚が死んでるんでの多分料理をね普通の人っていうか一般的な人ほど楽しめてないんだと思うんですよねだから結構こだわりもないから言われるがまま信じてるっていうのがあってまたさっきの話通ずるけど福岡って美味しいですよねって言われるとあ美味しいんだみたいな分からないなりに受け取ってるみたいになってる。 だからまあ確かにその聞かれた方からすると,、うん、えと福岡の人になんかこれおいしいですよっておすすめするのはハードルが上がってるっていうことはまずあのご理解いただきたいなとうん、うん、まずねまず、はい、でその上で「福岡よりもおいしいものありませんけど」とか言って僕はあんまり言わないけれどもえー、言われた時にどう思いますかでしたっけ、うん そうどう乗り切るべきかですね。結構この方でも苦しんでますね謙遜あるいはお世辞あるいは自虐あるいは嫌っていう,う <laughs> 結構ダメージ受けてます<笑><笑>えっとだ例えばこの福岡のこの食事っていうケースだけで言うと多分、うん、あの謙遜とかに当たるんじゃないかなと。 って思いますあお世辞ではないな本当に美味しいから。で、うん、自分ところを自虐してるわけでもないし揶揄してるわけでもなく単純に福岡の方が本当に美味しいと思ってるからなかなか言い出しづらいっていうことだと思うので、うんうん、だから自信を持ってやっぱ福岡美味しいですよねって思った上で話を聞けばいいっていうふうに思う。 ですけどね、だからこの辺りが僕がさっきその共感できないって言ったところはうん、うんうん、別に本当に福岡は美味しいんだからそうですよねっていうふうに受け止めればいいんじゃないかなっていうふうに思います。何だろうなその、ねうん、言われた時の言われ方みたいなのもあるかもしれないけど、うん、一般的には今ヤビさんが言ったみたいに本当に福岡そう僕も言われるんですよ県外の人から福岡って本当にご飯美味しいですよね、うん、だってみんな言うから。うん 例えば僕は富山出身なので富山もまあ海産物が非常においしいしあとお米とか水とかがおいしいので、うん、まあ日本酒が美味しいいととかという,ふうに言われてるんですよね、うんうん、だからそういうふうに言われた時には「そうですねありがとうございます」っていうふうに言う、うん、ででその上でその,のその土地土地の美味しいものっていうものを紹介していただく。 うん、っていう,ふうに、うん、それはそれとして普通に受け止めればいいかなと思っちゃいますね。テンション差がある必要がなくてむしろ褒めてもらってテンション上げてけばいいんじゃないかなって思うんですけどこれ質問としてなんですけどそもそも、うん、なんていうんですかその福岡よりおいしいものはありませんけどっていう、うん、この不要な前置きが嫌ってことなんですよね。やり取りが これが謙遜とかに感じて嫌なんだと思います。この感先にこっちからなんか提示したらいいですかね。あ、でも確かに最初の質問の仕方を変えると、この謙遜が出てきづらいみたいなのあるかもしれないですね。なんか不要な前避けをされないための質問方をするみたいな。あ、なるほどね。その現地で何を食べるべきかっていう。その質問をするときに、どういう聞き方をすると謙遜されずに。自信を持って案内してもらえるかみたいな質問を考えるっていう。 はい、じゃあもう先にこっちから行っちゃいますか福岡にはかなわないと思うんですけど僕福岡出身なんで <laughs> 福岡美味しいもんいっぱいあるんですけど、はい、あんなところにもいっぱい美味しいもんありますよね <laughs> <laughs> えだから少なからずあれですよねだってそのいろんな県に行くとそれぞれの名産物みたいなのあるはずじゃないですかそれをリサーチした上でそう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 んそうそうそ、ね、ううそう この中でおすすめのお店ってありますかみたいな感じになるんですかね確かにそれいいかもねすげーベタだけど宇都宮に行ったら美味しい餃子の店教えてくださいみたいな話めっちゃいいと思うそしたら謙遜のしようがないですよねそのさっき絞られてますからね宇都宮でかつ餃子って絞られてるからいや福岡ほどとか言ってる場合じゃないですもん宇都宮で餃子だったら多分なりますよねそこから入りますよね いやひょっとしたらあまりそういうこうなんか提示せずにな本当に地元で美味しいと言われてるものを紹介してほしいっていう欲求はあ,のあることはあるかもしれないからかそうだってあとその世の中で言われてるその名産みたいなものって観光地化するケースが多々あるじゃないですかうん、うん、だからその観光地化したものの中でも美味しいもの地元の人が美味しいものっていう。 楽しみ方も当然あるとは思うんですけれども別にそれに絞らずにその本当に何が美味しいと思いますかっていうものを聞きたい時っていうのはちょっと今の質問だと絞っかゃいしいかどうかとか期待されてしてなくてなんかね地元の人がよく地元の人知らないような店に行きたいんですけどみたいな感じで聞いたらそれ,それいいっすね。 ね地元の人はやっぱりありあますよねそういうの例えば福岡とかだと屋台に行きたがる人がいるから屋台がって言われるけど地元の人は屋台行かないから分かんないっていうか観光客の方行きますよねぐらいの感じになって地元の人しか行かない福岡の飲食店とかやっぱあるじゃないですかそういう方がやっぱりねだって地元の人が行くって美味しい店じゃないとそんな行かないじゃないですか美味しくないけど、うん そのよく行く行店ってまあまあご近所付き合いとかあるかもしれないですけど多分それをわざわざ聞いてきた時に「ここおいしくないけど俺の友達だから行ってる店紹介しないですよね」でも言われない可能性もないですよねいやでも福岡よりおいしくないよってでもそれに関してはもうさ 突き通すしかない,わけない,いやもうそう,、うん、そういう話じゃなくてもう地元ので皆さんが行かれてる地元体験したいんですって返せばもう話は終わるからもう謙遜もなんていうかな切っちゃえるっていうかい確かに,確かに、ね、なんか僕の今の頭の中ではもう要は完全にそういう福岡いれば美味しいものはありませんけどっていうものを言われないっていう完全な排除する状態の質問したがいいと思うんですよね。 可能性を1ミリでも消す、うん、結構敏感ですもんねなんかのルッキズムとかの文脈に載せるぐらいのなんか、うん、こう嫌悪感を感じてるみたいなので、うん、確かにそういう言葉が出てこないような質問をしないといけないってことか。うん、難しいでもやっぱりさっき上美さんが言ったことだけどよく行くお店教えてくださいで。 いや福岡よりもおいしいもんないから僕がよく行くお店教えてもなあにはならないんじゃないかなりなりづらそうではありますよねうんか期待何だかなこうハードルを上げちゃうと謙遜されちゃいますからねそこで食べるべき食って何ですかっていうと「いやいや福岡ほどないですけど」ってなるけどよく行くお店とか地元の人がよく行くお店ってどこなんですかだったら いいいやいや福岡美味しくな一軒も行きまそうそないからねそこにだから美味しい美味しくないの判断みたいなものを相手に任せてないじゃないですかあまあ確かにそうですね、うん、あなたがよく行く店を教えてくれって言ってるわけでそこにおいしい美味しくないっていうところはやっぱり求めてないのでうん、うん、その確かに質問だけだとですよ。うんはい、ただ答える方は よく行く店っていうのはまあ普通に行ったら美味しいからよく行く店であろうし、うんうん、あとはそのまあ聞かれた時に美味しくない店を教える人もまあいらないだろうねっていうことを考えるとうん,うん、うんうん、それはかなり最適解に近いような気がするなまあでも確かにそうですね考えるとそうだなうんちょっと試してほしいですねこれでもう言われるかどうか <laughs> <laughs> 確かにうん それでもしも言われたら福岡出身だと言わないだなああもうそうですね、うん、ああなるほど、うん、まあちょっとこれは引き続き検証、うん、していくっていういそうですね,ですね試しやすいやつだと思うんで今日のやつはね、うん、なんかちょっとやってみて、はい、どういう反応かっていうのがまた、うん、聞きたいですねでもあれでもあれですよね今回のこれはあくまでもそのおこの 美味しいものという質問に対する話だけれども、多分一般的に逆マウントされるた瞬間にテンションが下がる方なんですよね、きっとね。結構過敏なレベルですよね。うん、その不幸かって言われただけでこう、うん、そう思うぐらいだから、個人で別に対比されてなくてもちょっとうってなるってことですもんね。うんうん、そうだからこの分ルッキミズルッキズムとかの文脈で本人の意思と関係ない点について言及するのは例え方め。 言葉であっても ng というセオリーっていう。ここもね。僕はバカみたいな人間なんで褒められたら喜ぶタイプなのでですね。うん、うんうん、この辺もよくわかんないんだよな。正直言ってうん。うん、あんまり僕も自分ごとかしない。なんか一般論を言ってんだな。ぐらいに受け止めるというか、うん、あんまり気にしないかもな。うん。 海水さん、うん、身長大きくてかっこいいっすよねとか言,って言われた時に、うん、なんか嫌な気とかしますね意外と<あ> <laughs> 嫌な気するへえー、あのっか,えかっこいいですねとかだったらまあかっこいいと思ってるのはありがたいことだなと思うけどいいですねってやると嫌かもいいかどうかは身長この身長になってみらんとわからんやろ でもこ,この苦しみもあるみたいな <laughs> 高いと高い苦しみあるんですよの、うんうん、入り口っつもなるほどなるほどなるほど全然良くないぞって思うけど<ー>じゃあ低かったらいいんですかって言われると別に低くなりたい方別にあいたくもないしただ、うん、手放しに身長が高いことは全提あるみたいに言われると、まあ、そんな良いことばっかではないよね、うん、と思うって感じねああなるほどねうんそれは あれですよ、ね、そのルッキズムの文脈でのょっとちょっと違うねちょっと違うね。とううっちまあそれぞれの苦しみがあるよねみたいなことを見落とされてるっていう感じのあれですよね。 結婚してていいですよねとか、なんか会社員っていいですよね、起業されて,ていいですよね、みたいな。い,い,いこともあるけど、良くないこともあるじゃんみたいな。なるほど、<laughs> <から S 2> なるほど。なるほど。そう、手放しに何かを絶対的にいいとするみたいな言い方に。うん、ちょっと、うん、って思う感じかな。でも、かっこいいですねとかは、感想だから、嬉しいですね。普通に、あかっこいい、嬉しいです。マサさん、この辺、どう。かっこいいですね、マ、ま、サさ,さん。 嬉しいです僕は率直に身長大きくて、うん、めっちゃハンサムっすね。あありがとうございますって言います。そうですよね。はい、うん。そうですよね。はい。嫌な気持ちはないですね。うん。一方で。 一方で僕はだからその確かにこのお世辞あるいは自虐あるいは揶揄みたいな言い方をすることはあるなと思うんですよ。ほほあの別にそのルッキズム的な文脈とかじゃなくていろんなことにおいてあの自分をちょっと貶としめることによって相手をこう上に見させるみたいな言い方をしちゃうことっていうのはあるので。 あのちょっとどういう文脈の時かみたいなことはちょっと横に置いとくと確かにこういうような言い方をすることがあるので逆に、えー、そういうので気分があまりよくあのなんかなえちゃう人がいるっていうことを僕はこの質問においてあの認識することができたのでそれは結構僕にとってはあの次からこれを言う時には覚悟を持って言わなきゃいけないことなんだなっていうふうに思いましたね。 あ確かに、うん、僕結構自虐とかやゆが多いからよくねねを見ますからついついなんか無意識的にあのこう言っといたらなんとなくあのいい感じに進むんじゃないかなとか言って結構気軽に言っちゃう可能性があるので言われた方がそういうふうに受け止めないっていうようなことはあるんだなと。 この身体的な特徴を自虐的に使うっていうのはかなり NG なんですよね。へ僕結構身長まあ身長はそんなに大きくなくてちょっと小太りで日本人体なんでですすすよよ言ってしまえばごく足が短いねこういうのを結構自虐的に笑いに持っていったりすると日本人普通に笑ってくれるんですけど。はい 海外の人本本当に本当ににかんんないって顔されるですねそうあなたなぜ今の文脈でその話したのぐらいにきょとんとされることが結構過去何回かやって、はい、あこれって笑える笑うとかいうような文脈の中にないことなんだなっていうふうに思ったことがあるんですよね。だからあの やるんだったらやっぱり覚悟を持っっっててやななきゃ今今思ったを今思たたい出した、ねえー、ちょっとだから全然違う話ですけど質問に対する問いあの答えとは全く別なんですけど僕はこういうことをちょっとあの意識せずにあんまり軽くやることがあるのでうんやる時には覚悟を持ってやろうっていうふうにちょっと思えたという意味でもこのお便りはいい。 い,いその頼りでしたねそううと思う、うん、まさにその今ね海外の例でしたけど今国内もねだいぶその価値観みたいなのねかなり割れてきてるから、うん、今言ったみたいに日本でやっても嫌な気持ちになる方もいらっしゃるから気をつけないとですね気をつけるというかその正解はやっぱないからそれはやっぱ受け手とのねそのマッチングの問題とかもあるからそれこそね30年前の「トンネルズ」の番組なんかっていうのは今当然テレビでは放映できないわけじゃないですか。はい うん、ダウンタウンもしっかりですけれども、うん、あそれだけやっぱり世の中が変わってるのであの、はい、昔のままの意識で何かあのやると刺される可能性があるっていうことかなと、ねはい、だったら刺される覚悟を持って話しすると <laughs> いす、ね、じゃああれですかまとめるとラーモンズさんも人に質問する時は覚悟を持って。<laughs> <laughs> <laughs> そういうそういうまとめなのえそういうことえそういうことじゃないんですそういうまとめかなラウンドさんは多分その覚悟決めなくていいやつだと思いますこれはンズさんはそうラウンズさんに対する答えとしてはやっぱりそのよく行くお店教えてくださいですよね地元の方とか地元の方がよく行くお店くださいあなるほどその美味しい美味しいとか美味しくないみたいなあの判断を向こうに委ねるのではなく よく,く、うん、行くお店を教えてくださいっていうのが多分我々の中でできた最適解じゃないかなと。あ、なるほど。うん、で、で、ね、僕が <laughs> あの一般そっち側の話ですよね。そう、それは僕が勝手にこの質問からあのカルハズに言ってることがあるなというふうに思ったので、はいはい、今後も言っていくとしたら。 僕は覚悟を持ってやらなきゃいけないなと思いましたということなので。別に、さんの質問に対して覚悟を持って質問してこいなんていう、そういうハードルを上げたような話じゃないですよ。あ、ああはい。すみません、認識が間違ってました。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、はい。はい。はい、じゃあ、あそろそろ締め。ますはい。この番組では皆様からのお便りやお悩みをお待ちしております。仕事、恋愛、家族の悩みなど、何でも大歓迎です。 お便りは番組概要欄をご覧いただき、メールフォームからご応募いただくか。ハッシュタグシャチコパスでツイートをお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。